ママが作った鬼のパンツ。僕は鬼。いつも服は着ない。僕はいつもパンツ一丁だ。このスタイルとても嫌だ。だってみんなは普通に服を着ているんだもん。保育園へ行くと、お前なんでパンツ一丁なの？そう言ってからかわれることもよくあった。じゃあ服を着たらいいじゃないかと思うけど、そうもいかない。うちにはパンツしかないのだ。しかもママの手作りパンツ。模様は全部虎模様。服なんてうちで見たことがない。僕は思い切って聞いてみた。どうして服を着ないの？なんでパンツなの？するとパパは、鬼のパンツはいいパンツなんだぞ。なんてったって虎の毛皮でできているんだから。だって、いいパンツってなんだろう？おもらししてもバレないパンツ？僕にはただの虎柄のパンツに見えるけど、他の人から見たらキラキラ光ってて、なんかめちゃくちゃかっこよく見えたりするのかな？それともお店で買ったら何百万円もするのかな？いろいろ考えた。そういえばパパのパンツはいつからあのパンツなんだろう。新しいのをママが作っている気配はない。パパに聞いてみた。お誕生日プレゼントに新しいパンツ買ってきてあげようか？するとパパは、ありがとな、坊主。でも、母ちゃんが作ったこのパンツは10年履いても破れない。丈夫なパンツだから新しいのは必要ないんだ。僕は驚いた。10年？パパはにやりと笑った。10年同じパンツを履いてるなんてめちゃくちゃ汚いじゃないか。パパはなんで嬉しそうだったんだろう。僕は考えた。パパのパンツは古くもなってないし、破れてもいない。10年も履いてるなんて、全くわからない。このパンツ、なんて丈夫なパンツなんだ。僕は急にこのパンツが誇らしく思えてきた。もう服なんか欲しいと思わなくなった。服なんて10年毎日着たら破れちゃう。僕は丈夫なパンツが好きだ。それから作ってくれたママにめちゃくちゃありがとうを伝えた。次の日、僕はいつものように保育園へ行った。教室に入ると先生の真似をして、みんなにお話がありますと大声で叫んだ。みんな、どうした？なんだ？とざわざわしている。僕はさらに大声で叫んだ。僕のパンツについて話したいんだ。みんなはポカーンとしている。そりゃそうだよな。僕は深呼吸して、ゆっくり口を開いた。みんなも、このパンツを履こう。そう伝えると、みんなの目がまん丸くなった。女の子はクスクス笑っている。僕は、このパンツの素晴らしさを、みんなに伝えた。みんなは、へえ、ほうほうと
興味を持ってくれた。僕が話し終わる頃にはみんなが僕のパンツをまるでヒーローを見るような目で見ているのが分かった。こんな丈夫な服みんなは持っていないからだ。最後にもう一度、このパンツを履こうと誘ってみた。でもみんなは人間だからパンツ一丁ではいられないらしい。断られてしまった。それに虎柄のパンツは鬼のトレードマークってやつらしい。みんな鬼のパンツは履いてくれなかったけど、いいこともあった。みんながパンツ一丁の僕を尊敬してくれるようになったんだ。お前のパンツすごいんだってな。俺のズボンなんてすぐ膝に穴が開くぜ。他のクラスのお友達からも話しかけられるようになった。その度に僕は、一緒にこのパンツを履こうと声をかけることを忘れない。おしまい。お話は面白かったぶ。チューブとお友達になってくれたら、絵本のプレゼントとかお知らせを送るぶ。動画の説明欄からお友達になってぶ。これからも楽しい絵本をたくさん作るから、グッドボタンとチャンネル登録もよろしくブー。